よーい。はい。喋ってよ。何？喋ってって。急に始めるから。いやもう高ちゃん。何ここどこなの？ここもう高崎ですよ。高崎。高崎？すっごいいっぱい。これ見てこの何この感じ。高崎で。高崎です。何が？今日はですね。はい、なんと綺麗なおべべまで着せてもらって。すごいもう。綺麗なおべべまで着せてもらって。そうどうす？今日は。タカちゃん、バスケットアンバサダーじゃないですか。アンバサダー忘れてません？あ、なんかこんなタスキもらった。これ、はい、女子バスケ、はい、応援アンバサダーじゃないですか、タカさん。だけどこれダサいのよ。それ言わないで。関係者いるかもしれない。ちょっと恥ずかしい。せっかく綺麗なおべべ着てるんだから、ね、なんでこうしてよ、これ綺麗なおべべ着てるときは嫌なのよ。あ、そういうこと。今日とりあえず、うん、女子バスケ日本代表、うん、今日試合です、うん、あら、はい、三井不動産カップ2023、うん、デンマーク戦です。デンマークと、はい、それに応援を高崎で絶対行った方がいいなと思いまして。なるほど、はい、来たわけだ。これはアンバサダーとしては行かなきゃいかんだろうと。アンバサダーってアンバサダーって。高崎でアンバサダーってそんな黙ってないですけど、ね、高崎ということで。いや見に行きます。ちょっと見に行きます。会場からどんな感じだ。ちょっとこれメインアリーナと。うわぁ入ったっす。うわうわうわ、チアリーダーが。あ、もうお客さん入ってんじゃん。あ、いますね。あなた。ベースサイトワークでティーツルコール。お待たせいたしました。両チーム選手の入場です。
緊張感がありますね。やっぱりそれはオールジャパンですからね、今日。普段の高田さんじゃないですか。もうどん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 これでまた絞り込まれていくわけですよ、レギュラーも。東京オリンピックでやった日本のバスケットがもう今世界が取り入れてるらしくて、あースリーポイント、もう外からガンガンスリーポイント入れるっていうのがもう世界中のトレンドになって研究されてしまってるっていう。っていうことは日本今危ないってことですね。まあ世界的にはランクだと9位とか10位ぐらいらしいですからね。たった1年やそこらでもうあっという間に取られちゃう。始まりますね。選手たちが目の前の選手たちのベンチですね。これ。これみんなタオルも決まってるんですね。そうですね。これ全部タオルも名前が書いてる。これも名前になんかハンガーじゃない。名前が書いてある。潔癖なんですかね。いや。なんでマップ俺の使うんだよ。何ですか。ああ、あるんじゃないですか、そういうことが。潔癖だそう。潔癖、あの、これ。閉まってますね。この間と違ってすっとぼけたりしないですもんね。しないですか。しないですか。オコエ選手です。オコエ選手でかいな。No!
ですよ。暁ジャパン、ヴィーナス。
俺にはダメでしょ、これは。なんで俺にこれ渡して歩けなのよ。おかしいじゃん。いきなりは照れるのよ。照れるったって俺に渡すのおかしいでしょ。なんで俺手振ってんのよ。いいのよ、ちょっと、石橋、そういう役目なんだから。石橋だよ、高崎まで来ていつもだよ。あ、おこえさん、手応えどうだった？手応えですか、まあ、やりたいことができました。まず最初のゲームということで、はい、出だしが良かったと思います。ですよね、全然相手点取れなかったですよね。取れなかったですね。ディフェンスが硬かったと思います。あんなに、僕見たんですよ、あんなに前目からもディフェンスかかってるんですか？そうなんです、40分間、うん、その前からディフェンスするのが日本の強みです。あ、そうなんですか。なんかもう残り5分とか3分ぐらいの時にあって、パッて前からプレッシャーかけるなら分かるんですけど、もう第1クォーター最初からああやってさすがでしたね。お兄ちゃん打ってますね。ありがとうございます。お兄ちゃん、お兄ちゃんしか言わないです。関東一高ですから。今年もまた帝京関東一高二松学舎、そうなんですか。この辺がまた戦いなんで。野球好きなんですか？野球部なのよ、俺帝京の野球部なのよ。そう、関東一高にやられたのよ、昔。そうですか。頑張ってください。ありがとうございます。期待します。ありがとうございます。ありがとうございます。エブリンの妹です。妹なんですね。同い年です。はい、あ、同い年。そうなんです、ここは。お姉ちゃんやっと帰ってくるでしょ。あ、そうなんですよ。お姉ちゃん夏休みやっと終えて、どっかコメディアンの勉強しに行ってたの。本当そんな感じですよね、もういつもあんな感じです。でも普段からまたこれから帰ってきて、あ、やっとちゃんと本業に戻ろうっていうところで。ついに妹はこういうのやんないの。やりますよ。まだ別なんで。上がとかも妹はこうなると思います。やっぱ妹さんの方が、はい、しっかりしてるね。そうですね。エブリーはやっぱさ、やっぱ喋り本当にうまいんだけど。あ、スポーツ王とかでも、うん、お姉ちゃん、妹さんはちゃんとプレー見てましたけど。すごいですね。科目ですごい上手、真面目。高さん、周りの中お迎えしたかったので。どうだったですか、第一戦、今日の。今日はですね、まあどうしてもこうレベルの差があるので、まあ、結果よりも内容がすごく大切だなというふうに思ってたので、まあ、内容に関しては良かった部分もありますけど、やっぱりこう40分間自分たちがやるべきことをやり通さないと、うん、もう世界とかアジアでは勝っていけないので、うん、まあ、そういった点ではまだまだかなというのはあります。いや、でも見てたらもう試合始まってすぐすごい高い位置からそうですね、ディフェンスかけて、はい、こんな何3人も行っちゃうのぐらいこの時間帯からすごい高い位置でディフェンスかけてたので、 はい、それを見てちょっとびっくりしたんですよ。これ40分続くのかと思いながら、はい、あれはもうみんなの共通意識の中で、はい、あの高い位置で常にディフェンスかけていく、はい、やっぱボールをゴール下付近まで簡単に持たせてしまうと、うん、やっぱりこう相手大きいので、うん、簡単にゴール下に入れられてしまうともう何もできないので、うん、前からプレッシャーかけて相手のミスを誘って速い速攻を持っていくっていうのが、まあ、自分たちがそれを40分間やらないと世界では勝てないので、なるほど、そこを徹底してやってるっていう。あれを見ていてすごく、あ、こういう風にまずディフェンスから入るんだなっていうのを見てすごい思いました。はい、はい、アグレッシブなディフェンスが今の日本の持ち味ですね。そこで攻守交代を早くして、早くしてもこの常にエネルギーを保つっていうのが、なるほど、なおかつ相手のエネルギーも削っていくと、はい、それだからちょっと見ててね、あ、これがまたちょっと、東京とまた違う
日本のスタイルなのかなと思う。それ見てすぐ分かるのがすごいです。ありがとうございます。だってにいろいろ見てないんで。ただ普通に多分普通に見るとシュート見たりだとかするんで、いやいやもういきなりいきなり第一クォーターから3人ぐらいでボールが入るとすぐ行ってたから、いやこんな早くプレッシャーかけてくんだすごいそのマジでずっと見てました。あれ気になりましたよね、あの BG がうるさすぎて監督の声聞こえてんのかってこう顔がヘッドコーチの声こうやってやってた時にみんなはぁっていうほとんど聞いてないと思いますやっぱりキャプテンどうだったんですか。キャプテン第一声の入りをそうですね、やっぱ徐々に雰囲気良くなってきてたから、ね、それが今日の試合でちょっと渡せたのかなっていうふうに思ってて、うん、でもまあ相手の調子も悪かったので、うん、もっと本気出してきた時に自分たちがこう、うん、どうできるかっていうのがもっと課題で出てきたらいいかなって思ってます。もうさっきあの高澤さんにも言ったんですけど、1クォーター入ってすぐボール入るとすぐ3人ぐらいで潰していくじゃないですか、はい、そうですね、はい、あんな時間帯から3人でボール取り行くって普通なんか残り3分とかそのぐらいの時ぐらいかなと思う接戦の時に、はいはいはい、あれを40分間やり続けるんですね。そうなんですよ、まあ、そうしないとやっぱ日本は苦しくなっちゃうので、はい、やっぱり大きい相手に対して1人で守ることは難しいので、はい、もうそれこそ足を使ってプレッシャーかけて嫌な思いをさせて自分たち40分間戦ってこのもう削り合いをですよね最後まで戦うっていう相手のスタミナを削り精神心も削りっていう、はい、だから自分たちがもうボロボロにならないように練習からそういう鍛錬っていうか、うん、そういうのをやんなきゃなっていうふうに感じてます。なんか見ててすっごいガツガツやってもうとにかく相手の、うん、パスのコースとか全部潰してって、はい、そうですね、はい、とにかく数的有利を作っていくっていうのを見て分かりました。すごくありがとうございます。でもそういうのそういうのを一人一人が分かってないとできないのでですよね。ぜひまたパリに向けて一試合一試合頑張っていただいて、はい、頑張ります。精度上げていただいて、はい、ありがとうございます。応援します。今日来ていただいて来たもう本当にありがとうございます。とんでもないですありがとうございます。お疲れ様です。キャプテンありがとうございました。ありがとうございました。なんでそれなんですかパッと持ってる感じ。ちょっとこんなスリーショットもないの、ね、すごいよ強打の3人って感じでしょ。これでも取ってもらえますか。はいこれはい行きまーす。はい取りました。ありがとうございます。お疲れ様でした。いやいや風邪ひかないように、はい、本当は満員の中お迎えしたかったんですけど全然そればかりが心残りです。大丈夫ですよたくさん来ますよ。そのうち来ますよね。はいお疲れ様です。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 シャワー浴びてシャワー浴びないと試合後のインタビュー取れましたね。そうよ大丈夫ですか。いやー心残りは俺がアンバサダーのたすきをかけて回ってしまったっていうことだけですね喜んでてでもお客さんみんな